アップル iPhone は iPhone12.12、ミニ iPhone12 と iPhone12 ミニはアップルが開発、販売しているスマートフォンである。2020年10月13日に発表された第14世代の iPhone である。iPhone12.12 ミニは iPhone11 などにあった丸みを帯びたデザインからフラットなデザインへと変更された。2018年以降の iPad Pro や 第4世代の iPad Air と同様に iPhone X 以来の大幅な再設計となっている。ノッチのサイズは以前の iPhone モデルと同様であるが、ベゼルサイズは iPhone 11に比べて細くなっている。iPhone 12.12ミニのカラーは、ブラック、ホワイト、レッド、グリーン、ブルーの5式である。また2021年4月のアップルのイベントにて新色として、 パープルが追加。全6色となることが発表された。iPhone 12.12ミニはディスプレイに、スーパーレティナ XDR が使われている。表面のガラスは 2.5D からフラットへ戻り、ゴリラガラスで知られるコーニングが開発した、セラミックシールドで、これまでよりも4倍の落下耐性強度のあるものが使われている。最大気度は625ニと120ニと、 コントラスト比は200万1。iPhone12.12 ミニは iPhone では初めて 5G に対応した。この 5G ではサブ6よりも高速で通信が可能なミリ波にも対応しているが日本仕様の製品ではミリ波は利用できない。イヤーポッツ今回からほとんどのユーザーがすでに所有していることや産業廃棄物の削減による環境の保護のためにイヤーポッツと 電源アダプタの同梱を廃止した。同梱するライトニングケーブルもライトニング、USB ケーブルではなく、iPhone 11プロプロマックス x に同梱されているものと、同じ USB-C、ライトニングケーブルが同梱され、最大2 0トでの USB PD による急速充電に対応している。同時に、今後販売される iPhone XR、iPhone 11、 iPhone SE でも同様の措置が取られた。出典、Apple Newsroom Archive。ありがとうございます。